エドワードとビッグミッキーというお話。エドワードはソドー島の年取ってる優しい蒸気機関車。エドワードは3日前ブルーベル鉄道から故郷のソドー島に戻ってこられて喜んでいた。トーマスは久しぶりに再会したエドワードをヒルマス港へ連れて行った。長い間会っていなかった仲間たちとまた話せてよかったとエドワードは思った。エドワードはビッグミッキーにも声をかけた。久しぶりビッグミッキー。だが返事がなかなか返ってこなかった。こんにちはエドワード。どうしたんだいビッグミッキー、元気がないようだけど何かあったの？今日はあまり話をしたくないんだ。エドワードは困った。こんなビッグミッキーを見たことなかったからだ。あの時を覚えてるかい？君が興奮して港に入ってきた時、僕は誤って僕が運んでいた船のボイラーを君に当ててしまったこと。あのことを思い出したくないんだよ。君ぐらい許してくれたとしても。だから放っておいてほしいんだ。船からの貨物がやっと届いたので、エドワードは自分の貨車に乗せて、ヒドマス停車場へと運んでいった。エドワードはビッグミッキーが言ったことが気になっていた。許すよとか言ってもダメなのかな。するとトッパーマット卿がスペンサーに乗ってやってきた。大変だ。港でハービーが海に落っこちそうなコンテナを一生懸命元に戻そうとしてるんじゃ。だがハービーだけの力じゃコンテナを元に戻せないから、エドワードの手伝いが必要じゃ。すぐに行ってくれ。港に行くことでビッグミッキーをもっと落ち込ませるということは分かっていたが、ハービーを助けるしかなかった。今から行きます。エドワードは猛スピードでチドマス港へ走っていった。港に着いた時ちょうど間に合った。コンテナはまだ落ちていなかった。今から助けるからな。しっかり捕まってろ。ハービーに連結して二人で頑張ってコンテナを元のところへ戻そうとした。そして最後の勢いでコンテナを陸に戻すことができた。みんなは興奮で拍手した。すげえ。ミッキー、俺はあなたの気持ちはわかるよ。僕は君のことを許すよ。あの時君はわざとやってないということがわかっているからさ。本当にありがとう。これでもう落ち込まなくてもいいね。これで二人ともまた仲良くなれてよかった。エドワードはティドマス港に来ることはあまりなかったが、エドワードが来るときビッグミッキーはニコッとした。